シナゴーグである。トマールの歴史的中心街のドクター・ジョアキム・ジャキント通り73番地にあり、小さなユダヤ博物館を収めている。トマールシナゴーグの内部、柱とアーチが見える。トマールシナゴーグは1430年から1460年にかけて栄えていたユダヤ教徒コミュニティによって建てられた。外部からは、 通りの他の家々と異なるようには見えない。現在の主要な出入り口は北に向いているが、これは中世には存在しなかった。東、すなわちエルサレムの方角を向いているゴシック様式の尖ったアーチがかつて神殿の主要な出入り口であった。内側はゴシック様式のボール塔を支える4本の柱で分かたれた3つの短い側廊を持つ、 正方形のホールとなっている。中東には幾何学的なモチーフや植物のモチーフが見られる。シナゴーグに隣接した家の発掘から未空への遺物が見つかった。15世紀の止まるシナゴーグはシナゴーグとしては半世紀も使われなかった。続く4世紀の間、シナゴーグは所有者と首都を少なくとも4度は変えた。 マヌエル一世による1496、97年の追放と強制改修の後、シナゴーグは詩人により購入され、その時までトマールの町の城の中にあった町の刑務所を移設するという明白な目的のもとに、1516年に購入者は建物を売却した。建物は刑務所として、おそらく1516年から1550年代まで使われた。 17世紀初め、キリスト教の礼拝堂として使われていたようである。バプテスマのヨハネ教会の小教区の記録によれば、1613年に、新通のセイバーソロミュー礼拝堂で、結婚式が取り行われた。19世紀には倉庫に転用された。最初は、し草倉庫で、次に共同倉庫、そして、食品雑貨倉庫になった。ありがとうございます。